いやね、佐藤さん、もうすぐ10月じゃん。マジで不安なこと言っていい？みおちゃんにさ、10月は、みたいなこと言われてたの知ってるみんな。占いでさ、みおちゃんにさ、10月はちょっと乗り越えなきゃいけない日だね、みたいな、の言われてたじゃん。もうそのさ、10月が近づいてきてさ、とは今もう本当にさ、心臓が痛いね。めちゃめちゃ心臓が痛いんだよ、怖いんだよ。というわけで、じゃあ次の10月、10月ね、10月はね、魔術師の大アルカナのカードの逆位置ですね。逆位置か、そうだね。10月がね、ちょっとね、逆にうまくいかないなって感じてしまうかも。いやーまあ、で、なんかこう、準備をしてダッシュみたいな感じで、結構やる気に満ち溢れて、やるぞーって感じなんだけど、うん。なんかね、10月でね、ちょっとうまくいかないなーって思うような、なんかつまずきがあるかもしれなくて、ここでね、つまずいて折れるかどうかが問題だと思うな。折れないやばい。まずい。まあ、そうだね。そうだね。頑張らないとって感じ？頑張らないとっていうか、多分頑張ってもうまくいかないこともあると思う。うわ！そこをどう受け入れるかみたいな気持ちの問題かな。なるほどね。いや、相談、うん。これは、さっきアドバイスいただいた、周りに相談、そして判断。ね、よし。うんうんうん。っていうことはもう知ってるから、みおちゃんに相談。よし。もう、先手先手予約で、もう10月予約中。予約中。10月。だいぶ先だけれども。ちょ、だからさ、10月入ったら、みおちゃんにさ、もう一回さ、みおちゃん、今チャットして。みお。やばい、10月が近づいてきた。占いでやばいの月だったやつや。みおちゃん、10月コラボ戦、うん、これよし、これ先に、ね、打っとくわけで、それでみおちゃんに癒してもらうわけ。よし、先行予約。あぶねえ、めっちゃ怖い。どうする、みんな無理だよとは。怖いよ。うわ、まずいよ。ちょっと不安になってきた。10月不安になってきた。